はい、政治家女子48党へようこそということで、中央区の層よね、はい、はい、中央区、はい、どうぞ自己紹介してください。今回中央区、立候補の、豊田理香と申します。天宮凛という活動名前で SNS で活動していて、インフルエンサーになりたくてちょっと今頑張っている最中です。はい、活動する予定あります？駅前。はい、もともとテレビの AD。ああ、なんかそうでしたね。はい、夢が出していいのか、島田紳助さんがいた頃のテレビに戻したいっていうのがあるので、はいはい、その活動とここってすごいマッチしてるなと思って。正解だね。ガーシーも帰ってくるって言ってるんで、多分まあガーシーが帰ってきたら島田紳助さんもちょっとねご挨拶にお越しいただけるのではないかと。なので僕は新さんのお寿司屋は多分もう20回ぐらい行ってるんで。本当ですか？はい、会ったことないですけど、はい、島田新さん大ファンなので、はい、新さんお待ちしております、はい、応援もお待ちしております。お待ちしております。ということで大丈夫、あとあとどうぞ流れば言ってください。そうですね、マミヤリンというアカウントお願いします。インスタと TikTok。 はい、はい、以上でいいですね。はい、中央区担当の最後の名前もう一回。豊田理香と申します。はい、よろしくお願いします。豊田理香さんでツイッターとかやった方がいいと思います。はい、すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。